A 副出入り口は、東京都杉並区と世田谷区の区境付近に位置する、首都高速4号新宿線のインターチェンジである。上下線双方の出口、入り口とも設置されている、フルインターチェンジとなっており、甲州街道に接続している。構造は変形ダイヤモンド型であり、首都高速の高架下を並行する国道20号と接続しているが、入り出ろと公州街道の松原泉立体が、 近接していることなどから、公衆街道とは、同街道の側道との接続となっている。首都高速4号線の下り線では、最後の入り時高井戸 IC には、下り線の入り口が設置されておらず、中央道を起点から走行する場合には、中央道への実質的な最寄り入り時となる。永福入り時から、高井戸の区間は、特定料金区間となっており、 東京線の均一料金とは別の安価な料金が適用される。永福料金書で東京線均一料金が一旦徴収処理され、出口ランプにて払い戻しの処理が行われる。ETC を利用しない場合については、出口ランプに料金書施設を設置する余地がない等の理由から特定料金の適用はない。上り線においては、 東京都区内の主要な環状道路である間7通りへの最寄りデジである。ありがとうございます。